ちは。今回はプラレールディズニードリームレールウェイ熊野プーさんハニーカーゴロコモーティブの紹介をします。ディズニーのシリーズプラレールではですね、今まで何回か出してきたんですけども、既存の車両あるいは肩起こしをした車両、そういったものに、キャラクターが乗っかるというイメージのものが多かったんですけども、今回車両そのものがですね、このように、熊野プーさんが車両になるという、そういうタイプのものが、初めてじゃないかなと、ディズニーでは初めてじゃないかなと思います。では、早速開封してみましょう。箱もね、3両編成だと細長い、ものが多くて、今までもねそうだったんですけど、今回はちょっとおそらくディスプレイ効果を考えてこの縦長のねものにしたんだと思います。よ、どういう感じかな。1両ずつ、あ、1両ずつこう箱に入ってますね、このように。じゃああとはこれちょっと出しにくいな。このように、こちらが貨車の方ですね。では機関車のロコモーティブ、ロコモーティブって機関車のことですね。ロコモーティブの方を見てみると、以前もね熊野プーさんの機関車はあったんですけども、それもね、ちゃんとこの木製っていうかね、木の感覚をイメージしてたのは変わりませんね。木の感じをイメージする肌触り、手触りもねちょっと木のような感じがしますね。手触りは、このようにちょっと光沢がありつつの、樽とか木、そして顔がこれプーさんなのかなという感じもしますが、車両になっております。では、開けて電池を入れてみたいと思います。こうですね、近頃のプラレールはみんなこのネジでね、止めるという方式になりました。あ、これは、前々回やった、ジェームスと同じ電池モーターになってますね。これパチン。はい、走りますね。ではこれで機関車の方は OK と。しっかり締めます。そして貨車を開けてみましょうね。貨車の方はこのように、ハニーカーゴロコモーティブ、あえてこう字を間違えてるあたりが芸が細かいですね。ハニーカーゴロコモーティブ、ハニーカーゴロコモーティブ、こちらは書いてこちらは書いてませんね。これシール貼り忘れたかという感じですが、もともとから、シールがないタイプですね。ではこれをつないでみましょう。これ走るときっとね、ゆらゆら動くんだと思います。これらをつないでみましょうか。はい、では、走らせてみたいと思います。はい、では出発進行。はい、機関車こんな感じですね。お、で後ろの車両がグラグラと揺れて、このハニーポットも車両の揺れに合わせてゆらゆらしてますね。かわいい感じです。この3両目も2両目の揺れにつられてゆらゆらしてますね。車両がゆらゆらし、どちらの車両もゆらゆらする仕様になってますかね。ちょっと見てみましょう。どちらの車両もゆらゆらする仕様になってるようですね。新たなディズニーシリーズ
なかなか面白いんではないでしょうか。